小山進むは日本のパティシエ、パティシエース小山の創業者。小山のテレビ番組出演がきっかけとなり、一切の妥協を廃止3年がかりで開発された小山ロールは、その完成度の高さから人気化。日本全国にロールケーキブームを将来した。兵庫県クリスマスケーキコンテスト県知事賞最優秀賞をはじめ2011年より、 フランスで開催されるチョコレートの祭典サロンデュショコラパリに出品フランスで最も権威のあるチョコレート愛好会 CCC にて8年連続最高位受賞2013年からはインターナショナルチョコレートアワーズに出品2016年に世界最多受賞を成し遂げたほか多くの受賞歴を持つ著作家としても活動レシピ本ビジネス賞ほか 多くの著書がある。1964年、父を洋菓子職人として、京都市の五条に生まれ、育つ。遊び場は、政権が多い路地という、限られた空間であったため、様々に遊びを、創意工夫、アレンジし楽しむことを覚える。また、兵庫県高群上町の母の実家で、夏休みや冬休みを過ごし、母と共に、虫取りや魚取りをしながら自然に多く触れ、 独自の感性を養うとともに、目標を持ち日常を過ごすことを覚える。また、両者の環境の違いから生じるコントラストがその後の小山に大きな影響を与える。さらに、母親から教わった虫取りを通じて、うまくいくにはルールがあることを学ぶ。また、その後の小山が、かっこいい、美しいと感じるものの基本は、デザイン、ライン、色調、テクスチュア、 凹凸のほとんどにおいて、この時夢中になった昆虫が原型になっている。小学3年生の時、五条から伏見区淀に引っ越す。天候と同時に、物珍しさから一躍人気者となる。最初は戸惑いを感じたもののそれを心地よいと感じるようになるも、同時にそれは長くは続かないことを予感する。人気を維持するために、小山は委員に立候補をしたりまとめ役を買って、 出たり頑張るこの努力の維持は、現在もチョコレートのコンクールで賞を獲得するためのエネルギーともなり、引き継がれているとともに、それは年を経るにつれ個人的な事柄から、会社の問題、さらには未来への心配へと変容してきたが、その未来への心配こそが、現在の原動力となっていると語っている。母親からは、 家族でゆとりを持って過ごせないため、景気職人にだけはなるなと言われ育つ。両親は仲が悪いわけではなく、小山の将来を考えてのことだったが、そのため早くから学習塾や習い事に通い、成績は常にトップクラスであった。しかし、小山には父が何十年も続けた仕事を否定されたことは辛かった。中学、高校時代と将来なりたい職業に、 ケーキ職人はなかった。高校2年の冬休みに、小山はクリスマスに、父の職場でアルバイトを経験する。店は和菓子も取り扱っていたが、洋菓子部門は、徹夜体制などを尻目に、和菓子部門の職人たちは帰宅してゆく。小山は、彼らに手伝ってほしいと頼んだところ、元来はおとなしい父に生まれて初めて激しく怒られる。仕事を終えた朝方のキロ。 父は、すまんな。お前の言ってることは、間違いないけど、いろいろ事情があるんやと言い、さらに続けて、父は幼い頃に父を亡くし、父親として、小山にどう接するべきかがわからなかったとしみじみ語った。その瞬間、小山は、父の人生を想像して反省し、父を見る目が変わり、ケーキ職人になることを決意した。クリスマスイブ明け方の出来事だった。後に、当時は、 和菓子職人は、節目節目の行事が多く、普段から大変忙しかったが、逆に、洋菓子職人は、クリスマスの時期だけが繁忙期だったことを知る。父と父の職業を自慢したい。それができるのは自分しかいない。そんな思いが、母親の激しい反対を押し切ってまで小山を、決断させる。父が、ガトーという洋菓子の雑誌を毎月、家に持ち帰っていたがそこで見た。 ヨーロッパのアメザイクを見て、それが、景気職人の仕事だと知り、こういうことができるなら、デザイナー、アートディレクター、仕掛け講師など、他の仕事の要素も含まれていると感じ、一つの仕事を極めることは、他の仕事を諦めることではなく、むしろ活かすことができると気づく。そして、一年間、辻調理師専門学校に通い、母を安心させるため少しでも大きな会社という理由で、 19歳で神戸の老舗ケーキ店、スイス菓子ハイジに就職。面接時には僕はこの会社の社長になりたいと発言した。母は小山がパティシエース小山を開業し成功した後も、しんどかったらケーキ屋やめてもええね、んでと言っているという。1983年、スイス菓子、ハイジでカフェのフロアスタッフからキャリアを重ね、その後、 わずか2年で21歳にして、新店舗の店長に抜擢される。そこでは、商品開発や背広を着ての営業もこなしている。実績が認められて、パティシエに昇格。その後、本店シェフパティシエ、商品開発部長を歴任。この間に、多くの洋菓子コンクールで優勝を重ねた。1999年12月31日。 スイス菓子配事を退職し独立。病気の長男の治療費を得るために、歌詞のコンサルティング、新商品の提案など全国を飛び回る。この頃、テレビ東京の番組、TV チャンピオンに出演し、グランドチャンピオン大会優勝を果たすが、その過程で生まれたのがその後の主力商品となる、小山ロールである。2003年、パティシエース小山が、三田市百りの木台にオープン。 当初は小さな工房と一つの店だけであった。2000年に36歳で独立一時コンサルティング会社に勤め、2003年パティシエース小山を三田にオープン。少年時代の夏休みを過ごした祖母の家に似て、緑の多い三田をに入り、周囲の反対を押し切り出店。商品のみならず、空や風といった自然環境、空間、スタッフの姿など、 あらゆる要素を重視して決められた。当初、小さな工房と一つの店だけで始め、徐々に売り上げを増やし後に1日1600本を売り上げた記録を持つ主力の小山ロールを中心として販売、その後取扱い商品の増加とともに本店に、集約されていた商品やサービスを、お菓子教室、カフェ、マカロン工房、ギフトサロン、パン工房、アイスクリーム工房、デコレーション アニバーサリーケーキ専門店などカテゴリーごとに分岐させる形で次々にオープンさせていった。2017年現在、最後に分岐させたデコレーションアニバーサリーケーキ専門店、夢先案内会社ファンタジーディレクター開店までには14年の歳月をかけている。高山は放置させない生き方を貫き、その思いが常に現状の店作りに反映されていると考えている。 当初は一つだった店舗を商品のアイテムごとに店舗を分けしていった理由に関して小山自身は自分は心配性あるいは臆病で自分自身も自分の空間も商品も膨張していく感覚薄らいでいく感覚がすごく嫌だったためできれば凝縮したいと考えていたが予想外の集客に対し客の立場に立ち買いにくさを解消するためそうしたしかし 専門点化することで前よりもさらに真剣に取り組むことになったので、拡張ではなく凝縮であると考えを示している。その典型例がショコラでロジラの前身のキャトリエンムショコラシンの誕生により、その後、小山はショコラの世界により深く沈潜していくことになる。テレビ東京の番組 TV チャンピオンに出演し、グランドチャンピオン大会優勝をするが、 その過程で類まれなる生地ができ、その生地に見合う商品を考えて、ロールケーキが誕生。その場で名前を聞かれ、とっさに、小山ロールですと答えた。最高1日1600本売れた商品であるにも、かかわらず、賞味期限が当日限りであるため、三田の店舗以外では、販売していない。ショコラベルギーの有名ショコラティエの店で、小山は手作業で一つずつ、 美しく形作られたボンボンショコラに魅了され、後に本店の裏の土地にショコラブティック、キャトリエンムショコラシンをオープンさせる。CCC では8年連続最高位受賞を果たす。キャトリエンムショコラシンの誕生により、高山はさらに深くショコラに傾倒してゆくことになる。カカオを知れば知るほど、それまでの無知を思い知らされ、夢中にさせられると語り、2011年、 世界のベストショコラティエを決めるフランスパリのチョコレートの祭典サロンディユーショコラパリに初出展。フランスのチョコレート愛好会 CCC の品評会にて外国人として初出品で最高位のタブレット5枚を獲得したのを皮切りに8年連続最高位受賞を果たしたほか2019年10月には CCC が発表した 世界のトップオブトップショコラティエ100に選出された。2013年以降、ICA の金賞の常連でもある小山のショコラは、素材の組み合わせに妙味があると評価されている。和の素材の使い方にも個性があり、2017年受賞作である、ボンボンショコラやタブレットには、赤山賞、吹きの塔、吉野川産の青のり、生姜の醤油漬け、酒かす、 豆腐の味噌漬けなどが使用され、その作品は定評を得ている。例えば、生姜の醤油漬けは、生姜をたまり、醤油に漬け込んで、浸透圧で染み込ませ、フリーズドライで、フレーク状にした上、アーモンドのプラリネと合わせカカオの特性と、引き立て合うという独創的な試みがなされている。2013年には、同社敷地内に、小山が幼い頃に、 路地裏での心を弾む体験から生まれ、映画のゴジラと合わせ命名したい質味の洞窟のような趣きを持つローズラをオープンし、各種ショコラを販売している。以上、その他より。2018年8月、おもてなしセレクション2018の体験、サービス部門で未来製作所が金賞を受賞。以上、その他より。ABCD、小山進さん。 フェリシモ。2019年6月27日閲覧。小山進むテリヤキスト詳細。テリヤキ。2020年4月17日閲覧。ABC。ショコラ界の超一流。小山進むの頭の中。東京経済オンライン。P さん。2019年6月27日閲覧。ABC 小山進む。丁寧を武器にする。ハット AB。 月刊神戸っ子2018年2月1日 AB、パティシエース小山兵庫県三田市で、世界的なショコラティエが作る、独創的スイーツ。2019年6月29日閲覧。北方正人、本庄その子、絶対皇帝の子育て、ハット ABCDEFG、パティシエース小山プロフィール。2019年6月29日閲覧。TB チャンピオン味覚部門第一位の、 小山ロールを作ったシェフのパティシエース小山へ行ってきたギガジネ。2019年6月29日閲覧。小山進むの見てみて。聞いて。シェフプロフィール。2019年6月29日閲覧。AB、月刊目2016年9月号。僕を作った学びの数々。小山進む、北方正人。本庄その子。絶対肯定の子育て。 ハット AB、シフォネットから、男の流儀第5回、パティシエス小山オーナーシェフ小山進むし、ABCDEFGHIJKL、一時からこの熱き人々パティシエ小山進む2015年5月号、AB 仕事を選ぶ先輩が語る働く、現場6430ページ朝日ウィークリー、編集部朝日学生新聞社2014年、小山進むの見てみて。聞いて。 ボリューム7誰もが、ファンタジーディレクター2017.1227。2019年6月29日閲覧。AB 小山進む、心配性だから世界一になれた、ハット AB 速報、10、30物で、最も権威ある、ショコラ愛好会より、トップオブトップ100に選出され、表彰。2019年11月7日閲覧。AB エキサイトニュース。 マイナスパティシエース小山のオーナー小山進むが、絵本、ビートル君と金色のバウムを、フレーベルカンより、出版共同通信 p r ヤや2019年12月9日17時、2020年1月24日閲覧。CCC ショコラアワード受賞者発表。評価方式、今回から大きく変更。サロンデューショコラ、2019年6月29日閲覧。 もうすぐ、父の日、パティシエース小山小山シェフが開挙です。関西スイーツ、株式会社クアドロ、2019年6月27日、閲覧。おもてなしセレクション2018公式サイト、2019年6月15日閲覧。パティシエース小山、ブック、ビートル君と金色のバウム。2020年1月24日閲覧。 価格 .comTV 出演情報、林先生が驚く、初耳学。2019年6月26日閲覧。パキシエース小山公式フェイスブック。2019年6月26日閲覧。グーテレビ番組。2019年6月26日閲覧。丸読マガジン NHK 小山進む時期連。極上チョコレート菓子にテディーヌショコラ。 2019年6月26日閲覧。ワウワウ、ドキュメンタリーノンフィクション W 天才パティシエ、小山進むのチョコレート革命。南米に、究極のカカオを求めて。2019年6月26日閲覧。パティシエス小山公式 Facebook リクエスト放送、NHKE テレ、スイッチインタビュー達人たち、小山進む、土田康彦。 2019年6月26日閲覧、価格 .comTV 出演情報小山進む。2019年6月26日閲覧、価格 .comTV 出演情報エス小山。2019年6月26日閲覧、ありがとうございます。